五等分の花嫁さ、イベントがあったんですよ。そう、それのお便り来てるので、紹介します、えー。ラジオネーム、冷やし豆もやしさんからいただきましたありがとうございます。かなさん、こんばんもふもふ、こんばんもふもふ。えー、先日は、五等分の花嫁、スペシャルイベント2021 in 中野サンプラザ、お疲れ様でした。 夜の部に参加、あ、夜の部に現地で参加しました。ありがとう。アニメの振り返りに最終話の名シーンの生アフレコ、そしてソロ曲をふんだんに楽しめるライブコーナーまであり、とってもボリューミーなイベントでした。そうですね。振り返りのラストで、え、パン作ったり。<laughs> あの、伊藤美久ちゃんがね、まあ、名シーンを振り返るときに、あの、 伊藤美空ちゃんは美クっていう役をやってるんだけど、あの、美空が、風太郎、主人公の風太郎にアピールするために、あの、パンを作ったりするわけ。そう。っていう、言葉をね、うん。パン作ったりって言っててね。そう。それが、パンツを食うに、<laughs> パンツを食うに、やっぱ聞こえちゃうじゃんうん。<laughs> いや、 みんなね、同じことを思ったと思うんだ、私は。うん。壇上にいて分かったもん。みんなの頭の中に、あ、パン作ったって言ったっていう弾幕が流れるの。<laughs> なんか、パン作った、パン作ったって。<laughs> そうなの。それで、その場では、あの、 なんていうのすごいいい話してたから、あの、止めず、止めずっていうか、私の気持ちは一旦落ち着かせて、まあ、このまま私の頭の中の弾幕も消えるだろうって思ってたんだけど、しばらくしても全然消えなかったから、<laughs> あ、これは言おうと思って言ったんですよ。はい。えっと、パン作ったりに聞こえたと指摘されていましたが、正直僕も一瞬ちらついてました。あ、やっぱりね。えー、あと、生アフレコで、 松岡さんが反映させたのも生って感じがして最高でしたね。あ、そうそうそう。その、えっ、ー、と、振り返りシーンの後に生アフレコをね、そのまましたの。で、その時に、えっ、ー、とね、えっ、ー、と、風太郎のセリフ、風太郎松岡くんがやってるんだけど、あの、風太郎のセリフで、えっ、ー、と、お前が作ったのかって、パンを刺して言うっていうセリフだったかな、多分。もう間違ってた、ごめん。それを、パン作ったのかって <laughs>、言い換えてくれて、 そう。そんなね。いいね。さすがだよね。やっぱ松岡くんね。<laughs> あの、そうなのよ。アドリブ入れられる隙がね、マジでなかったのよ。いいシーンだから。全部。うん。だからね、あの、そういうところでね、楽しませてくれて。ありがとうございます、松岡くんも。えー、そうね。えー、映画も楽しみにしてますと。そう。映画、発表されました。はい。あの、だから、2期の続きですよね。 多分ねそう楽しみですね